Hello, I'm Shadow Knight and welcome back to Sword Art Online Brother, Fatal Brother. Almost messed up the title then. But anyway, it's been a while since we played this game. But hey, since I've got some time now, let's play it now. I believe we only got through the intro mission, met the characters, and that's about all we've done. And I was being then thinking this froze up because I was just looking at the timer in the minute and that was just stuck on 8 seconds for a while now. Anyway, we have to get the rest of the tutorial down. Let me just give me a minute just to remember what we're doing. Friends list. These are just pretty much just saying hello. Who should we? No, I think we should have Cowboy with us. Oh, another thing I was going to check. Just remember myself what equipment we have. We just have 2 pistols. So let's leave the building and get straight into a tutorial. We'll keep carrying on the tutorial. At least it's a nice city we're in. Oh look, there's our friend we just parted with. And someone showed us. 遅いじゃない。私を待たすなんていい度胸ね。 ほら、さっさと行くわよ。 GGO の設定は知ってる? I think I already know it's just some... 勉強済みってわけね。 Well, now that she's finished, I'll say it's basically based on a the GTO is just pretty much as a city was returned to Earth, and the world's overrun by machines, monsters, and stuff like that.私がいるからいいけど、ちゃんと道を覚えてよ。グロッケンは迷路みたいな場所があるから。おい、あんたの連れているそれってアファシスだろ。よく借りたな。レンタル代結構高いだろ。私はタイプXです。マスターからお金は取りません。うわっ、俺タイプXなんて初めて見たぜ。本当にいるんだ。タイプXってマジかよ。 超高性能AIって噂だけど、どうなんだ。その通りです。私はとてもリコーデレアなのです。マジすげえ。いいな。どうやって入手したんだ。確実な情報なら10万出すぞ。どうだ。ちょっといいですか。そのアファシスタイプ X ですよね。それがし、 レアアイテムのブローカーやってまして、タイプ X なら30メガクレジットを出すという方がいるんですよ。悪くない話だと思いますが、いかがです？ 30メガクレジット？ 日本円にすると30万円だよ！ ダメです！私はマスターのものなのです！そうですよね、マスター？ Yeah, I'm not selling. 当然の結論です、マスター！ Even though I am curious to see what would happen if I would ask for another offer now. 残念です。もしその気になったら、それがしに声をかけてくださいね。ここはいっつもワイワイ賑やかなの。情報を集めるにはいいスポットよ。なんで GGO ってこんなに男臭いんだろう。これでも最初の頃と比べたら、女性プレイヤーが随分増えたらしいけど。
ここがショップターミナル。品揃えはまあまあ、初心者に必要なものは揃っているわね。ちょっと寄っていこうよ。私消耗品を買ってくるから、とりあえず自由に。購入に迷ったら私に相談してください。マスターに現実を見せてあげます。So you mean that's all the money? ステータスに合わない武器は使えないし、予算管理は大事です。無駄遣いをしてはいけませんよ。君たち買い物？ NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺レアアイテムをいくつか持っててさ、格安で譲るからどう？いい人ですね。ありがとうございますおじさん。いやいや。で、所持金はどのくらい？やめときな。半端な知識じゃ騙されるぞ。失礼な。私の知識は完璧です、おじさんその2。おじさん？しかもその2かよ。自信があるなら止めないが、そいつは前もニュービーをカモにしていたんでな。プレイヤー同士情報で勝負するのは全くありだ。だけどよ、ニュービーは所持金ま、せっかく銃好きが集まっている GGO なんだ。そう、はあ、バザルト嬢さんに見つかったのが運の尽きか。あき、今回はお前も食えねえやつだな。なんかあった？まさかプレイヤー間で売買してないよね。信頼できる相手以外とやると大目に遭うわよ。危うく騙されるところでした。そこの親切なおじさんその2に助けて。おじさんその2？おいおい、まだおじさんかよ。俺様にはバザルト・ジョーって名前があるんだぜ。お前さんたちがあまりにものんきな雰囲気だったからよ、ついおせっかい焼いちまった。だっておかしいです。ジョーが好きな人に悪いやつはいないはずなのです。お、いいこと言うね。まったく同感だぜ。確かに銃好きに悪いやつはいねえ。あのプレイヤーもがめつい商売をしているだけで気はいいやつだ。だが剣使いはダメだ。しかも女の子に取り囲まれている剣使いは最悪だな。I don't think I know what he's on about. おっと、しゃべりすぎちまったぜ。男の世間話ほどダサいものはねえ。じゃあな、あばよ。助けてもらってよかったね、レイちゃん。あのバザルト・ジョーって名前、ラン GGO らしいガンマンさんでした。顔はおじさんだけどいい人です。そうね、 GGO プレイヤーらしいというか、こだわりが強くてモテなさそうなタイプって感じね。 And before we carry on, I just want to see if we have anything we can sell. Nope, we either got rid of everything or we didn't have anything on us. Yeah.久しぶりだね。と言っても再会を懐かしむほどの時間ではないけど、覚えていてくれたんだ、ありがとう。でもさん付けなんてしなくていいよ。多分年もあまり変わらないだろうし、あ、僕がみんなをくんと呼ぶのは訳ありでさ、呼び捨てにすると勘違いしちゃう女の子が多くてなんてね。冗談だよ。それでさ、君に一つ聞きたいことがあるんだ。君はどうして NPC のアファシスを助けようとしたんだい？この前の大会の録画データが手に入ってさ、参加者の戦いの様子を見てみたんだよ。その中で君は切りかかるキリト君と戦おうとすらせず、アファシスをかばうことに専念しているように見えた。確かにアファシスはレアアイテムだけど、君が殺されたら
手に入れられないだろう。それともあの時点でマスター登録が済んでいたのかい。あの大会の中で君のあの行動だけが理解できなかった。なんだろう感覚的な話は好きじゃないけど、もしよかったら理由を教えてくれないかな。君は理屈によらず動くことができるのか。失礼。まずは礼を言うべきだね。大した知り合いでもない僕の質問に虚偽や誇張を加えることなく答えてくれた。君はいい人だ。マスター、ここにいたんですね。クレハが探してますよ。おっと、用事の途中だったのか。じゃあ僕は失礼するよ。また会えるといいね。SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど面白いとこでしょ。他にもいろんなショップや情報屋がいたりするけど、その辺は自分で探してみた方が楽しいと思うわ。一周するだけでも結構歩いたわね。マスター、メールが来ました。いいじゃない、早速行ってみようよ。お邪魔します。キリトさん、いらっしゃいますか。こんにちはです。いらっしゃい。道に迷わなかった。いや、ちょうどよかった。今みんな集まっているところでさ、この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから、改めて挨拶させてもらうよ。はいはい、私から行きます。私はリズベット。GGO では武器の改造を専門的に扱ってるの。武器を改造したり強化するなら声かけてね。もちろん手数料はいただきますけど。ほう、手数料か。ぼったくられないよう気をつけるんだな。やあね、商人さんと違って私は職人なの。値段はいつも適正価格よ。私はリーファー、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。空を飛ぶ？あ、もしかして ALO？ そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の VRMMO をやっていたの。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろんこっちの銃の世界も楽しいけどね。ディーバさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がメインだったから、ここは新鮮ですよね。あ、私はシリカと言います。この子はピナ、私の相棒です。ピナちゃんってもしかして新規実装されたペットじゃないの。かなりレアなのにもう手に入れたなんてやるわね。あ、ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど、 GGO 生まれじゃないんですよ。でもいくらレアとは言ってもシリカみたいにペットと一緒に行動してる人なんてほとんど見かけないわね。ペットは戦闘に参加するわけじゃないし、 GGO だと戦闘にコストをかけたいってプレイヤーの方が多く。わかるぜ。リアルマネーが関わってくるとコストについてもシビアになるよな。俺もこの銃弾で昼飯代だなとかついつい計算しちまうし。そうなのよ、レアドロップを狙いに行くのもコストがかかるし、同じレアものだったら
GGO のプレイヤーは武器を取るわね。あとペットって何よりも費用がすごくかさむらしくって、完全に高レベルプレイヤー向け、やり込み要素らしいのよね。そういえばピナがいつもよりたくさんご飯を食べるような気が。ピナ、もしかしてもうお腹が空いちゃったの？あの、私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。よろしくお願いします。そしてこちらがシノンよ。特技は狙撃かな。よろしく。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。3000メートル？ありえない。普通はせいぜい1000メートル先くらいだよね。はい、これはプレイヤースキルで補正しないと不可能に近い行為ですね。あ、かわいい。こんな小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型アバターがあるとは聞いていたけど。こんにちは、ユイです。この前パパとママと戦った方たちですね。パパ？ああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。ほら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。正直すごく気になるけど。一応言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。ねえキリト君、この人たちになら話してもいいんじゃない？そうだな。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。驚きました。ユイは人間ではないのですか？ああ、人間のように見えるけどアファシスと同じ AI なんだ。ステータスを見る限り GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。 GGO に連れていくためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。よくわかりませんが、そんなこともあるんですね。知らないことばかりなので、いろいろと教えてください。はい、アファシスさん、これから仲良くしてください。ユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと私とキリト君の大事な子なの。そうなんだ。 AI って聞いて驚いたけど、キリトさんたちの家族なんだね。よろしくね、ユイちゃん。はい、よろしくお願いします。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも前のゲーム、それもシステム上の話だけどね。 GGO にも結婚システムがあればいいのに。まあそういうタイプのゲームではないような。おい、そろそろ俺たちも紹介してくれよ。おっと、忘れてたよ。おい、キリト、初っ端から扱いひでえぞ。悪い悪い。こっちの大きいのがエギル。ナイストゥミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。 UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか？今後俺も近いうちに手に入れてみせるからレクチャーしてくれよ。最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺の名前はクライン。このメンバーの要、頼れるお兄さん、ムードメーカー。 GGO 女性プレイヤーの熱い視線を一身に集めるのがこの俺。ちなみに絶賛彼女募集中。クライン、あんたというやつはこの冷え切った空気どうしてくれんのよ。ほんとすごく寒いわ。ひでえ、シノンさんの氷の視線が身にしみるぜ。ここにいるのはこれで全員かな。他にも仲間は何人かいるけど、
今度また紹介するよ。キリトさんのスコードロンの名前は何ていうの？スコードロンは作っていないんだ。狩りに行くときとか必要に応じてパーティーを組んではいるけど、みんな付き合いの長い連中だから、スコードロンのシステムはあまり必要ないかな。なあ、今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、剣や魔法のファンタジー系ゲームばかりだったんだ。だからガンゲーの GGO に興味があってさ、みんなも来るって言うからまとめてコンバートしてきたんだよ。でもキリト君はここでも剣を使っているけどね。銃だって使っているさ、サブウェポンだけど。はいはい、それよりまだ本題を言ってないよ、キリト君。まあそうだった。君は GGO に来て日も浅いだろ。よかったら俺たちがシステムやスキルについて説明するよ。この前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいなって思っているの。だから気軽に話しかけてくれると嬉しいな。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いからいろいろ教えてもらいなよ。仲間は街にもいるから、見かけたら話しかけてみるといい。面白いネタが聞けるかもしれないぜ。俺は SBC グロッケンを案内するよ。ここは迷路みたいに複雑な場所もあるからな。裏道から変なショップまで全部教えるぜ。あ、ごめんね、私がもう案内しちゃった。変なショップは知らないけど。え、そうなのか。参ったな、俺はあんまりクラフト系のスキルは持ってないし。あ、カジノにでも遊びに行くか。この間あるゲームで大儲けしてさ。キリト君、変な遊びを教えちゃいけません。あ、わかったよ。それなら総督府には行ったかな。場所の案内だけしたけど。じゃあ総督府の端末、ターミナルの使い方はまだだよな。早めに覚えておくといいぜ。大会やクエストの受注とか何かと使うんだ。よし、決まりだ。俺についてきてくれ。この総督府ではクエストの受注ができるクエストオーダーターミナルやフィールドに移動できる転送ゲートが設置されている。今まで受付はターミナル相手で弾けなかったんだけど、大型アップデート以降はアバシスが配置されるようになったんだ。会話できるアバシスが入ったおかげで仕様の確認はしやすくなったよ。じゃあまずはあそこにある受付では共闘クエストを受けることができるんだ。パーティーを組んで強敵と戦うクエストなんかがあるな。Yeah, let's level up first. そんなに緊張するなって。俺でよければ一緒に行くから、よかったらパーティーに誘ってくれ。あっちのターミナルではクエストの受注もできるし、武器や弾薬を購入することもできるな。俺は貢献使いだからあまり困ったことはないけど、玉切れには気をつけろ。あのアファシスに話しかけると自分の賞金ランキングを教えてく。探索フィールドに出てバトルをすると成果に応じて賞金がもらえるんだ。賞金は SBC グロッケンに戻るときに生産される。賞金ランキングを上げると色々と得点があるらしいな。モンスターを倒したりアイテムを取得したら積極的に話しかけてみる。積極的にって言っても普通に話しかければいいからな。クラインみたいに口説きにかかる必要はない。俺の仲間も同じことを言ってたよ。でもクラインのことだ、
もしかしたら何か起こるかもしれないぜ。総督府の基本的な機能はこんなところかな。クエストはもうちょうどシノンたちが来ているな。シノンたちにも声をかけてみてくれないか。いろいろ質問をしてくれれば喜ぶと思うよ。みんな君のために準備していたんだ。わかった。説明するわ。キリト！はーい、キリトだ。会えて嬉しいよ。ほっぺスリスリ。おい、ストレア、離れろって。いいじゃない。キリト大好き。ストレア。他に人がいるんだし、落ち着いて。仲良しなのはいいことだよ。でも、アスナに見られたらまずいんじゃないかな。勘弁してくれよ、ユギ。キリト君はどうしたの？私たちは狩りの帰りなんだけど。なあ、前に話しただろ。この人がアバシスを手に入れたプレイヤーさ。お宝をゲットした人ね。はじめまして、私はフィリア、トレジャーハンターをやっているわ。アファシスのタイプ X も狙っているんだけど、難易度高くって。私はとってもレアですから。こんにちは、私はストレア。キリトの友達なら大歓迎。仲良くしようね。君とはこの前のアスナのパーティーで会ったよね。改めてよろしく。僕はユキ。ねえ、君って変わった銃を持ってるね。どんな能力が。ユキちゃんったら、狩りに行ったばかりじゃない。あ、私の名前はレイン。ちょっとリアルの用事が忙しくて、ログイン率は低めなんだけど、見かけたら声かけ。キリト君やハスナちゃんから新しい友達ができたって話を聞いて。うんうん、そうなの。だから困ったこととかあったら何でも聞いて。勇気たちも君のパーティーに参加したがっているし、いろいろ得意なことを教えてくれると思う。きっとこれからの戦闘や探索に役に。お願いします。お姉さんの連絡先を教えてください。申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。そこをなんとか。お茶でもいかがですか。いらっしゃいませ、ご用件をどうぞ。きー、釣れないぜ。だがそこがいい。お願いします、連絡。申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。クラインは一体何をしているのでしょう。ねえ、ここは見なかったふりをして帰った方がいいかも。な、おめえさんたち来てたのか。なんだよ、見かけたら声かけろよ、水くせえな。話しかけるタイミングが難しかったのです。すごく。クラインは何をしているのですか。
まあお子様のおめえたちにはわからないだろうな。なんていうかよ、NPC を口説くのが大人なの？そんなのできるわけないじゃない、バッカみたい。何言ってんだおめえ、1000回やったらイベント起きるかもしれねえじゃねえか。1000回、だろ、分かってるな。そんなおめえさんには俺が教えるのはアファシスについてだ。アファシスの正式名称はアファシステム。アファはアーティフィシャルファイナンシャルアドバイザーの頭文字からと直訳すると人口プレイヤーの財産やアイテム管理を補助する AI って設定らしいぜ。受付のお姉さんに500回聞いたから完璧に覚えたぜ。もう500回も挑戦してたんだ。そんでアファシスにはタイプっていうのがあってよ。私はタイプ X ですから、とてもレアで利口なのです。まあ一般にはそういう噂だぜ。でタイプ A はレンタルが可能なタイプだ。アファシスが必須のクエストも出るって話だから、そのフォローだろうな。そんで機能限定型で各施設の受付とかをやってる、このお姉さんみたいにな。機能限定型だから当然連絡先なんか教えてくれないわね。いや俺は信じてるぜ、1000回目の奇跡を。ん？なんでこんなにやる気出してるんだって。でもおめえさんのアファシスはどっちかっていうと面白系だよな。なんつうか失礼な、私だってクールビューティーですよ。Well, now that's so far. 頑張ろうぜ。Let's switch our party up a bit. And we might as well go on some quest before we end the episode. Let's go out and hunt these people.Might as well have some action in here instead of just being one conversation after another. And that's that done. But before we go on, I believe there's a chest up here that I want to get. And a tough enemy to beat.Oh, there's another one that I can notice. Thankfully my friends did notice it. But anyway, where's this chest? Ah, here it is. Pick up. So we're just some handgun bullets.Yeah, let's get some sniping on them. That little bit of extra experience can't hurt anyone. Apart from me when I jump off a cliff. Enemy! Hey, don't just get it! Hey, don't just get it! Yes!And let's just warp back. Enemy! Hey, don't
これで終わりだ。not bad. Yes. And we leveled up at least. Level up, da. Well, everyone leveled up. Now we just have to wait for this to load again. Which thankfully didn't take a long time. I just want to see something. Yeah, it'll take a while to level that up. Anyway, what do we need to have? We have a new gun, so what do we need to do that? Oh, no, we don't. So for now, it doesn't matter. Let's just get them all up to level 2 for now. Wrong button. Wrong button again. Since she's going to be our healer, let's give her a lot more tanky stuff. And head over and just get the rest of these conversations done. Just to teleport up here first. And draw another loading screen. At least we're right in front where we need to be. Kirito. Oh, Premier, じゃないか。新しい仲間を紹介するよ。こんにちは。私の名前はクレハ。よろしくね。はじめまして。私はプレミアと申します。キリト、仲間とは親友や本妻、愛人より上ですか？下で。待て待て、プレミア。頼むからそんな目で見ないでくれ。この子はな、AI なんだよ。ユイと同じというか、前にやっていたゲームの NPC なんだ。NPC？ そんなの他のゲームにどうやって連れてきたの？キリトさん、まさか。法律違反もマナー違反も何もしてないぞ。そのゲームオリジンの開発者に知り合いがいてさ、ユイをプレイヤーとして GCO に連れていく話をしたら、自分もプレミアを送るって言い出したんだ。そうです、キリトと一緒にいたいという願いを叶えてもらいました。
その辺は全てノーコメントだ。頼むから真顔で聞かないでくれよ。まあ、あえて深くは聞かないどいてあげるけど、要はプレミアちゃんは、その表現については大筋で間違いはありません。というわけで、プレミアも普通のプレイヤーとして自由に行動したり戦闘もできるんだ。そういえばプレミア、今日は何をしていたんだい？お散歩をしていました。オリジンとは違った雰囲気で面白いです。もっと外にも出てみたいです。パーティーを組む際は呼んでください。はい、私もぜひ仲間の一員にしてください。ごきげんよう。以上となります。お疲れ様でした。説明します。I believe there's only one more place we need to go right now. Let's go to look at the information broker. So hopefully another not so long light loading screen. And that should be all the talking done. そこの君、何かお探しかい？クエスト、アイテム、スキル、お困りのことがあったらお姉さんに相談してみないか？もちろん情報は有料だけどね。特別に初回限定サービス、今回は無料で教えてあげるよ。それ以上の情報は有料だな。例えばこの三本ヒゲの由来は1000万クレジットいただくよ。つまり売る気はあまりないってことさ。でも君、驚いたかい？君のことはキーボーから聞いているのさ。その前にブロッケン中の噂になっていたからチェックしていたけどな。いいお得意さんになってくれそうだからご挨拶に来たというわけだ。初心者なのにアファシスタイプ X と実装前、おかげで君の情報が結構いいねで売れたんだな。何心配するな。名前とかこう見えてもお姉さんは裏が取れない情報は売らない主義でね。安心しな。じゃあこれからよろしくな。 Let's just see if we can sell anything right now. どんな情報が知りたいんだ？情報屋は伊達じゃないよ。Right, since it's been a long episode already, let's just go home to trigger the save screen.And I'm going to end the video here. This has been Shadow Knight. Thanks for watching, and I'll see you next time. Goodbye.